コ路ロミツは、日本の政治家。参議院議員、衆議院議員。群馬県薄井郡坂本村出身。神田女学校を卒業して、雑誌記者となり、兄の友人だった、弁護士、コ路ロショーと結婚。夫の公職追放に伴い、1946年の総選挙に、徳島県以前県区から出馬し、初当選を果たす。 その後民主党に入党するも、翌1947年の総選挙では落選。だが、同年8月の第1回参議院議員通常選挙補欠選挙で当選して国政復帰を果たし、以後国民民主党、改新党日本民主党自由民主党と党籍を変えながら通算4期務める。この間、参議院在外同法引き上げ問題に関する、 特別委員長や参議院産業公害対策特別委員長第二次鳩山一郎内閣では厚生政務次官を務めた。1961年には市川夫妻らと共に酒に酔いつて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の提案者となった。一人息子の新一が学徒出陣で兵役につき所属部隊が 広島市に駐屯していた際に、原爆投下により戦死したことを受けて、平和な世界の実現のために政治活動を行った。ありがとうございます。